そりゃ福岡生まれやけんね。ごちそうさま、パーリー美味しかった。美味しいもの食べたらなんか眠くなってきた。本当に寝そう。でも今日のカップスターは特別美味しかったよ。大好きな人が作ってくれたけんかな。あなたは昨日の味？私は豚骨。食べに行っちゃったよ。君は本当に集中すると周りが見えなくなるんだから。なんで私に謝るの？もう昼休憩終わっちゃうよ。じゃじゃーん、優しいミオナちゃんがカップスター買ってきてあげたよ。カレーうどん一緒に食べる？じゃあお湯入れてくれて。時間がないときにちょうどいいね。じゃあお礼に週末はご馳走してもらうからね。え？また？また野球？これで何回目？もう知りません。誰か素敵な人にご馳走してもらうか、この前誘ってくれた人に連絡しようか。だって誰かさんが全然相手にしてくれないんだもん。あ、落ち込んでる。かわいい。もうそんなことするわけないでしょ。君が仕事に集中して周りが見えなくなっちゃうみたいに、私も君しか見えないからさ。あなたはどんな味？私はこれ。最近はずっとお互い忙しかったし、なあなあになってたよね。もう潮時だと思うの。そんなんじゃないって、あなたが一番わかるでしょ。
ちろんいいよ。作るね。いつも塩味選んでたよね。他の変わった味とか選ばなかったんじゃない？私の好みで選んでくれてたの？そっか、優しいね。私も食べようかな。はい、どうぞ。いただきます。このごまの香りがいいよね。うん、うん、やっぱりこのあっさりした味が好き。定番っていいよね。そうだね。ちょっと待って。あなたっていう定番がなくなるって考えたら、すごく寂しくなってきちゃって。すごい勝手なこと言うんだけど、付き合ってくれますか？あなたはどの味？私はこれ。連絡してこないんだよな。あ、お腹すいた。でも作るのめんどくさいしな。何もしたくないけどお腹すいた。あ、そうだ。何やってるかな。あ、あった。買い置きしといてよかった。こういう時は裏切らない定番よね。どうしたの？ちょっと、私は絶好調なんですけど少しぐらいなら付き合ってあげてもいいけど。あ、お腹空いたからこのタイミングに夜食食べてもいい？ちょっと待っててね。じゃーん、カ
ップスターの醤油味食べちゃうよ。3分待たないとね。何の教科で行き詰まってるの？ああ、わかる。名前とかさ、誰って感じで覚えられないよね。もう心を無にして暗記するしかないね。あ、できた。いただきます。あ、醤油のいい香り。やっぱりこの時間はシンプルに醤油がいいよね。ごめんね、私だけ。正直、君と一緒ならどこでもいいよ。あなたはどの味？私はこれ。アンポスアンポス。